オーストリア共和国、通称オーストリアはヨーロッパに位置する連邦共和制国家。首都はウィーン。ドイツの南方、中部ヨーロッパの内陸に位置し、西側はリヒテンシュタイン、スイスと南はイタリアとスロベニア、東はハンガリーとスロバキア、北はドイツとチェコと隣接する。基本的には中央とされるが、歴史的には 西欧や東欧に分類されたことがある。中央に650年間ハプスブルク家の帝国として君臨し、第一次世界大戦まではイギリス、ドイツ、フランス、ロシアと並ぶ欧州五大国の一角を占めていた。1918年、第一次世界大戦の敗戦と革命により1867年より続いたオーストリア・ハンガリー帝国が解体し、共和制となった。 この時点で多民族国家だった旧帝国のうち、かつての支配民族のドイツ人が多数を占める地域に、おおむね半島が絞られた。1938年には、同じ民族の国家であるナチスドイツに併合されたが、ドイツ敗戦後の1945年から1955年には、連合国軍による分割占領の時代を経て、1955年の独立回復と、 英政中立国家により現在に続く体制となった。音楽を中心に文化大国としての歴史も有する。EU 加盟以降は、同言語、同民族の国家同士でありながら複雑な国際関係が続いてきたドイツとの距離が再び縮まりつつあり、国内でも右派政党の慎長など、ドイツ民族主義の位置づけが問われている。本校では主に1955年以降の オーストリア共和国に関して記述する。それ以前については、オーストリアの歴史、ハプスブルク君主国、オーストリア公国、オーストリア大公国、オーストリア帝国、オーストリアハンガリー帝国、第一共和国、アンシュルス、連合軍軍勢紀を参照。正式名称は、リパブリック・オストライヒ。通称、オストライヒ・ストレイズ。は 正確には日本語の絵ではなく丸めたおの口をしながら絵を発音する音だが日本語では絵で表記する慣習があるほか日本人にはうのように聞こえることもある公式の英語表記は r パ p u b l i c of Austria 通称オーストリア形容詞はオーストリアン日本語の表記はオーストリア共和国通称オーストリア漢字表記ではオーと知りまたは オーストリアと記される。ドイツ語の表記や発音を考慮した日本語表記は、エスタライヒ、エスタライヒ、または、舞台ドイツ語的表記によるエステライヒであり、専門書や各種サイトなどで使用されている。国名のオーストライヒは、ドイツ語で、東の国という意味である。フランク王国の頃にオストマルクが設置されたことに、由来する。オストマークとは、オリジナルサウンドトラックマークで、 東方の守りを意味するの、マークと同じ。ドイツ語を含む、各言語の故障は、それが転化したものである。競技のオーストリアは、かつてのオーストリア大公領であり、現在のオーストリアの領土の内ザルツブルク、大主教領やケルンテン地方、シュタヤーマルク地方、チロル地方は含まれない。オーストリア大公を名乗り同大公領を世襲してきた、ハプスブルク家。 ハプスブルクロートリンゲン家をオーストリア屋と呼ぶようになり、時代が下るにつれ、同家が統治する領地を漠然とオーストリアと呼ぶようになった。1804年のオーストリア帝国の成立に際してもオーストリアの地理的範囲は具体的に定義されなかった。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が解体され、ウィーンを首都にドイツ人が多数を占める地域で、 国民国家オーストリアが建設されるが、これは一地方の名前を国名に使用したことになる。現在のオーストリアの行政区画では、かつてのオーストリア大公領は上オーストリア州、下オーストリア州に分割継承されている。ドイツ語のエスター・ライヒのライヒはしばしば、帝国と日本語訳されるが、フランスのドイツ語名が現在でもフランクライクで、あるように厳密には、帝国という意味ではない。 代比には、語源的に王国、または政治体制を問わず単肉に国、世界、領域、境という意味が含まれている。なお、隣国のチェコ語では、ラクスコ、ラクスコと呼ぶが、これは国境の一角の地名ラプスアンデアターヤに由来している。オーストリアを統治してきたハプスブルク家を呼び、ハプスブルクロートリンゲン家は、オーストリア屋とも呼ばれ、同家の生員は、 ハプスブルク、ハプスブルクロートリンゲンの加盟の代わりに、オーストリアのを表す各国の言語で呼ばれる。オーストリアやには、スペインハプスブルク家も含まれることがあり、例えば、フランスのルイ14世の王妃、マリー・テレーズ・ドートリッシュはフランス語、スペイン語で、それぞれ、オーストリアの、とあって、スペインハプスブルク家の王女である。日本語版ウィキペディアでは、ハプスブルク家が、 ドイツ系の家系であることから、記事名にはドイツ語のポンエスターライヒを使用している。オーストリアはしばしばオーストラリアと間違われるが、オーストラリアはラテン語で南の地に由来し、オーストリアとは語源的にも無関係である。しかし、綴りや発音が似ているため、多くの国でオーストリアとオーストラリアが混同されることがある。日本ではオーストリア大使館と オーストラリア大使館を間違える人もおり、東京都港区元麻布のオーストリア大使館には、同じく港区三田のオーストラリア大使館への地図が掲げられている。2005年日本国際博覧会のオーストリアパビリオンで配布された冊子では、日本人にオーストラリアとしばしば混同されることを取り上げ、オーストリアをオーストリア、オーストラリアをオーストラリアと覚えるように呼びかけている。 両国名の混同は日本だけではなく英語圏の国にも広く見られ、聞き取りにくい場合は、ヨーロピアンが付け加えられる場合がある。しばしばジョークなどに登場し、オーストリアの土産物屋などでは、黄色いひし形にカンガルーのシルエットを黒く描いたカンガルーに注意を意味するオーストラリアの道路標識に、ノーカンガーズ・イン・オーストリアと書き加えたデザインの T シャツなどが売られている。 なお、フランス語圏においてはオーストラリアをオーストローリー、オーストリアをオトリッシュと表すためこのような問題はない。2006年10月に中日オーストリア大使館商務部はオーストラリアとの混同を防ぐため国名の日本語表記をオーストリアからオーストリーに変更すると発表した。オーストリーという表記は19世紀から1945年まで使われていた。 オーストリという表記に基づいているとされた。発表は大使館の一部局である商務部によるものだったが、署名はペーター・モーザー大使とエルン・ストラーシャン商務参事官の連名で大使館及び商務部で現在変更中だとされ、全面的な変更を思わせるものだった。しかし2006年11月、大使は国名表記を決定する採用は日本国にあり、 日本国外務省への国名変更要請はしていないため公式な日本語表記はオーストリアのままであると発表したただしオーストリーという表記が広まることによりオーストラリアと混同されることが少なくなることを願っているとされたその後大使館商務部以外では大使館日本の観光庁マスメディアなどにオーストリーを使う動きは見られない例えば 2007年5月4日の朝日新聞の記事では、同国をオーストリアと表記している。大使館商務部の公式サイトは、しばらくは一貫して、オーストリーを使っていた。しかし、2007年のサイト移転、リニューアルと前後して、大使館商務部のサイトでも、基本的にオーストリアを使うようになった。オーストリーについては、我が国の日本語名は、 オーストリア共和国であると断った上でなどと述べるにとどまっている。日本では雑誌、軍事研究がオーストリーの表記を一部で用いている。ローマ帝国以前の時代、現在オーストリアのある中央ヨーロッパの地域には様々なケルト人が住んでいた。やがてケルト人の乗り組む王国はローマ帝国に並行され、続州となった。ローマ帝国の衰退後、この地域は ババリア人、スラブ人、アバールの侵略を受けた。スラブ系カランタニア族は、アルプス山脈へ移住し、オーストリアの東部と中部を占めるカランタニア公国を建国した。788年に、シャルル・マーニュがこの地域を征服し、植民を奨励して、キリスト教を広めた。東フランク王国の一部だった、現在のオーストリア一帯の中心地域は976年に、 バーベンベルク家のリウトポルトに与えられ、オーストリア編共白領となった。オーストリアの名称が、初めて現れるのは996年でオストリッチ、と記され、バーベンベルク編共白領を表した。1156年、プリベリッジアムマイナスで知られる、朝廷案により、オーストリアは公領に昇格した。1192年、バーベンベルク家は、シュタヤーマルク公領を獲得する。 1230年にフリードリヒ2世が即位。フリードリヒは近隣諸国にしばしば外政を行い、財政の悪化を重税でまかなった。新生ローマ帝国フリードリヒ2世とも対立。1241年にモンゴル帝国がハンガリー王国に侵入すると、その領土を奪い取った。1246年にライタ側の戦いで、 フリードリヒ二世が廃止したことにより、バーベンベルク家は断絶。その結果、ボヘミア王をタカル二世が、オーストリア、シュタヤーマルク、ケルンテンカク公領の支配権を獲得した。彼の支配は1278年のマルヒフェルトの戦いで神聖ローマ皇帝ルドルフ一世に敗れて終わった。1六百五年のハプスブルク皇帝のモンショザルツブルクは、 ザルツブルク大司教領となり、ザルツブルク大司教フリードリヒ2世、ホンバルヒエンが領主となった。1290年、アルブレヒト1世が、エンス警告の所有権と所権利をめぐって、ザルツブルク大司教と争い、ルドルフ1世の朝廷によって、自身に有利な条約が結ばれた。翌年7月に、ルドルフが死んで、アルブレヒト包囲網が編成された。 教皇ニコラウス四世の了解を得て、ハンガリー王、ボヘミア王、ニーダーバイエルン公サボイア公ザルツブルク、アクイレア、コンスタンツの政界諸公、旧ロンバルディア同盟の諸都市、およびスイス製薬同盟も加わった諸国が、大同盟を結成した。先帝皇を味方につけられないアルブレヒトは、大同盟から大打撃を受け、フランスを反に取り財政改革を行うことになった。 裕福なウィーン市民をフープマイスターなる関西人へ任命し、人手に渡っていた所領をたちまちに回収した。しかしアルブレヒトが1308年に暗殺されて、オーストリアは弱くなった。レオポルト一世は、モルガルテンの戦いに敗れて、フランスに接近した。フリードリヒ三世の死後一世紀余りの間、ハプスブルク家は、ローマ王位から遠ざかった。しかし、 この間にも清掃は耐えなかった。1335年、ゲルツハク家のハインリヒロクセイが没し、唯一の女子、マルガレーテ・マウルタッシュが白衣を継承したが、ロードの相続をめぐって、ルクセンブルクやビッテルスバッハ家、ハプスブルク家が介入した。銀山のあるチロルは一もイタリア政策の拠点となりうる水縁の的であった。年にハプスブルクは、 オーストリア大公を称した。1363年、ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ4世は、マルガレーテを退位させて、強引にチロル白領を継承。イゴチロル地方は、ハプスブルク家の統治下に置かれた。14世紀から15世紀にかけて、このようにハプスブルクは、オーストリア公領周辺領域を獲得していく。領土の一円化は、コンスタンツ公会議で、 イタリア政策が頓挫してから急務であった。1438年にアルブレヒト2世がギフジギスムンとの後継に選ばれた。アルブレヒト2世自身の知性は1年に過ぎなかったが、これ以降、一例を除いて新生ローマ皇帝はハプスブルク家が独占することになる。ハプスブルク家は世襲領をはるかに離れた地域にも領地を獲得し始める。1477年。 フリードリヒ3世の唯一の子であるマクシミリアン大公は、後取りのいないブルゴーニュ公国のマリーと結婚して、ネーデルラントの大半を獲得した。彼のこのフィリップ美公は、カスティーリアとアラゴンの王女フアナと結婚した。フアナが後に王位継承者となったためスペインを得て、さらにその領土のイタリア、アフリカ、新世界をハプスブルク家のものとした。1526年、 もはや地の戦いで、ハンガリーを裏与主二世が戦死した後、ボヘミア地域とオスマン帝国が占領していない。ハンガリーの残りの地域が、オーストリアの支配下となった。1529年、第一次ウィーン包囲。オスマン帝国のハンガリーへの拡大により、両帝国はしばしば戦火を交えるようになった。1556年、カール五世が退位して、スペインハプスブルク家が枝分かれした。 1648年にベスト・ファーレン条約が結ばれ、新生ローマ帝国は境外化し、フランスが勢力を伸長した。1683年の第二次ウィーン包囲は、オスマン帝国のヨーロッパ侵略を打ち砕いた18世紀のウィーン・レオポルト一世紀の長期の治世では、1683年のウィーン包囲戦の勝利に続く一連の戦役の結果、 締結された1699年のカルロビッツ条約により、オーストリアはオスマン帝国領ハンガリー全土トランシルバニア公国スラボニアを獲得した。カール6世は家計の断絶を恐れるあまりに千年に獲得した広大な領土の多くを手放してしまう。カール6世は国事証書を出して家領不分割とマリアテレジアにハプスブルク家を相続させる同意を 諸国から得る見返りに、領土と権威を明け渡してしまった。カール6世の死後、諸国は、マリア・テレジアの相続に異議を唱え、オーストリア継承戦争が起き、アーヘンの和訳で終結。プロイセン領となった、シュレイ自演をめぐって、再び7年戦争が勃発。オーストリアに勝利した、プロイセンの勃興により、オーストリア・プロシアに原主義が始まる。オーストリアは、プロイセン、 ロシアと共に第1回及び第3回のポーランド分割に加わった。ジャンバティスト・イザベー作、ウィーン会議フランス革命が起こるとオーストリアはフランスと戦争になったが、幾多の海戦でナポレオンに敗退し、境外化していた新生ローマ帝国は1806年に消滅した。この2年前の1804年、オーストリア帝国が宣言されている。 1814年、オーストリアは他の諸国と共にフランスへ侵攻してナポレオン戦争を終わらせた。1815年にウィーン会議が開催され、オーストリアはヨーロッパ大陸における4つの列強国の一つと認められた。同年、オーストリアを名手とするドイツ連邦が作られる。未解決の社会的、政治的、そして国家的紛争のためにドイツは統一国 かを目指した1848年革命に揺れ動かされた。結局のところ、ドイツ統一は大ドイツか、大オーストリアか、オーストリアを除いたドイツ連邦のいずれかに絞られる。オーストリアにはドイツ語圏の領土を手放す意思はなく、そのため1849年に、フランクフルト国民議会が、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世へ、 ドイツ皇帝の称号を送ったものの拒否されてしまった。1864年、オーストリアとプロイセンは連合して、デンマークと戦い、シュレースビヒ公国とホルシュタイン公国をデンマークから分離させた。しかし、オーストリアとドイツは両公国の管理問題で対立し、1866年に広島戦争を開戦する。ヒグレーの戦いで敗れたオーストリアは、 ドイツ連邦から脱退し、以後、ドイツ本土の政治に関与することはなくなった。1867年のオーストリアとハンガリーの妥協により、フランツヨーゼフ一世を君主にいただく、オーストリア帝国とハンガリー王国の二重帝国が成立した。オーストリア・ハンガリーは、スラブ人、ポーランド人、ウクライナ人、チェコ人、スロバキア人、セルビア人、クロアチア人、さらには、 イタリア人、ルーマニア人の大きなコミュニティまでも支配する多民族帝国であった。この結果、民族主義運動の出現した時代において、オーストリア・ハンガリーの統治は次第に困難になりつつあった。それにもかかわらず、オーストリア政府はいくつかの部分で融通を利かすべく、最善を尽くそうとした。例えば、チスライタニアにおける法律と布告は発行ともで、発行され、 全ての民族は各自の言語の学校で学ぶことができ、役所でも各々の母語を使用していた。ハンガリー政府は反対に他の民族のマジャール化を進めている。このため二重帝国の両方の部分に居住している諸民族の願望はほとんど解決させることができなかった。1910年時点のオーストリア・ハンガリーの言語、民族地図1914年に、 フランツ・フェルディナント大公がセルビア民族主義者に暗殺される事件が起こる。オーストリア・ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告し、紛争は第一次世界大戦に発展した。4年以上の戦争を戦ったドイツ、オーストリア・ハンガリー、トルコ、ブルガリアの中央同盟諸国の戦況は1918年後半には決定的に不利になり、異民族の離反が起きて、正常も 不安となったオーストリア・ハンガリーは11月3日に連合国と休戦条約を結び事実上の降伏をした。第一次世界大戦の降伏直後にオーストリア革命が起こり皇帝カール一世は国事不寛容を宣言して共和制に移行し600年以上にわたったハプスブルク家の統治は終焉を迎えた。1919年に連合国との サンジェルマン条約が結ばれ、ハンガリー、チェコスロバキアが独立し、その他の領土の多くも周辺国へ割動させられて、オーストリアの領土は帝国時代の4分の1程度になってしまった。300万人のドイツ系住民が、チェコスロバキアのズデーテン地方やユーゴスラビア、イタリアなどに分かれて住むことになった。また、ドイツとの合法も禁じられ、国名もドイツオーストリア共和国から、 オーストリア共和国へ改めさせられた。戦後、オーストリアは激しいインフレーションに苦しめられた。1922年に経済立て直しのために国際連盟の管理のもとでの借還が行われ、1925年から1929年には経済はやや上向いてきたがそこへ世界恐慌が起き、1931年にクレディタンシュタルトが倒産した。 1933年、キリスト教社会党のエンゲルベルト・ドルフンスによるイタリアファシズムに似た独裁体制が確立した。この時期のオーストリアには、キリスト教社会党とオーストリア社会民主党の二大政党があり各々、の民兵組織を有していた。対立が高まり内戦となる。新中ドイツ軍を歓迎するウィーン市民内戦に勝利したドルフンスは、 社会民主党を非合法化し、翌1934年5月には憲法を改正して権力を固めたが、7月にオーストリアナチスのクーデターが起こり暗殺された。後継者のクルトシュシュニックはナチスドイツから独立を守ろうとするが、1938年3月12日、ドイツ軍が侵入して全土を占領し、オーストリアナチスが政権を掌握した。 3月13日にアンシュルスが宣言され、オーストリア出身のアドルフ・ヒトラーが母国をドイツと統一させた。オーストリアは第三帝国に編入されて、独立は失われた。ナチスはオーストリアをオストマルク州とし、1942年にアルペンドナウ帝国大寒気と解消している。第三帝国崩壊直前の1945年4月13日、 ソ連軍によるウィーン構成によってウィーンは陥落した。カール・レンナーがソ連軍の承認を受けて速やかにウィーンに臨時政府を樹立し、4月27日に独立宣言を行い、第三帝国からの分離を宣言した。1939年から1945年の死者は26万人、ホロコーストによるユダヤ人の犠牲者は6万5000人に上っている。 ドイツと同様に、オーストリアもイギリス、フランス、ソ連、アメリカによって分割占領され、オーストリア連合国委員会によって管理された。1943年のモスクワ宣言の時から予測されていたが、連合国の間では、オーストリアの扱いについて、見解の相違があり、ドイツ同様に分断される恐れがあった。結局、ソ連占領区のウィーンに置かれた。 社会民主主義者と共産主義者による政権は、レンナーがスターリンの区靴ではないかとの疑いがあったものの、西側連合国から承認された。これによって西部に別の政権が立てられ国家が分断されることは避けられ、オーストリアはドイツに侵略され連合国によって解放された国として扱われた。冷戦の影響を受けて数年かかった交渉の末、 1955年5月15日、占領4カ国とのオーストリア国家条約が締結されて完全な独立を取り戻した。1955年10月26日、オーストリアは衛生中立を宣言した。1995年に欧州連合へ加盟し、間接的な憲法改正は加えられている。インスブルックは1964年と1976年の オリンピックを開催している第二共和国の政治システムは1945年に再導入された1920年及び1929年の憲法に基づいている。オーストリアの政治体制はプロポルツに特徴を付けられる。これは政治的に重要なポストは社会党と国民党の党員に平等に分配されるというものである。義務的な党員資格を持つ 利益団体の会議の重要性が増し、立法家庭に関与するという特徴がある。1945年以降、単独政権は1966年から1970年と1970年から1983年のみで、他の期間は大連立もしくは小連立のいずれかになっている。1970年から1983年の社会党政権における、 経済政策は概ね自由化を進める方向で動いた。このような社会党政権の時に国連事務総長を務めてきたクルトバルトハイムが1986年に大統領となった。ウィーンの国民議会政体は連邦共和制。議会は4年ごとに国民から選挙で選ばれる183議席の国民議会と各州議会から送られる62議席の 連邦議会からなる二院制の議会制民主主義国家。国民に選挙で選ばれる。国民議会の議決は連邦議会のそれに優先する。連邦議会は州に関連する法案にしか絶対拒否権を行使できない。国家元首の連邦大統領は国民の直接選挙で選ばれる。任期は6年。大統領就任前誓式は連邦会議で行われる。連邦会議は 非常説の連邦機関で国民議会並びに連邦議会の議員を構成員とし、大統領宣誓式のほかには、任期満了前の大統領の罷免の国民投票の実施、大統領への刑事訴追の承認、宣戦布告の決定、大統領を憲法裁判所へ告発する承認の権限がある。連邦政府の主犯は連邦首相。連邦政府は国民議会における 内閣不信任案の可決か、大統領による悲鳴でしか交代することはない。政党には、中道右派のオーストリア国民党、中道左派のオーストリア社会民主党、極のオーストリア自由党、同党から分かれて成立したオーストリア未来同盟、環境保護を掲げる、緑の党がある。2006年の国民議会選挙で、社会民主党が第一党となったため、 2007年まで7年間続いた中道右派、オーストリア国民党と極右派との連立政権が解消され、中道左派、社会民主党と国民党の大連立に移行した。2008年7月に国民党が連立解消を決め、9月に国民議会選挙が実施された。その結果、社会民主党と国民党の第一党を 第2党の関係は変わらなかったものの、両党ともに議席を、この選挙で躍進した、極右派の自由党と、未来同盟に奪われる形となった。その後、およそ2ヶ月にわたる協議を経て、社会民主党と国民党は再び連立を組むこととなった。中道右派、中道左派、極右派は、第1共和国時代のキリスト教社会党、オーストリア社会民主労働党、 ドイツ民族主義派の三党に由来しており、一世紀近くに、わたって三派強立の政党スタイルが確立していた。2017年から2019年まで、また2020年より首相を務めている、セバスティアン・クルツ・オーストリア共和国は、第二次世界大戦後の連合国による占領を経て、1955年に、衛星中立を条件に独立を認められ、 以来東西冷戦中もその立場を堅持してきた。このため東側諸国からもオーストラリアへの出国は比較的自由であり、長い間亡命者の窓口の役割を果たしてきた。1978年上半期の亡命者数として1372人の記録が残されているほか、百八十九年の冷戦末期には半ヨーロッパピクニックを通じて一度に千人以上の 大量亡命者もやってきた。欧州経済共同体に対抗するために、結成された欧州自由貿易連合には、1960年の結成時からメンバー国だったが、1995年の欧州連合加盟に伴い脱退した。加盟した欧州連合においては、軍事面についても統合が進められており、衛星中立国は形外化したとの指摘がある。 国民の間には衛星中立国権事指示も多いが、非衛星中立国会の方針が2001年1月の閣議決定による国家安全保障ドクトリンにおいて公式に記述されたことにより国内で議論が起こっている。歴史的、地理的に中央、東欧や西バルカンの国と関係が深く、クロアチアなどの欧州連合加盟に向けた働きかけを積極的に行っている。 トルコの欧州連合加盟には消極的な立場を取っている。日本とは1869年に非用、修行通商公開条約を締結して、以来有効な関係で、特に音楽方面での交流が盛んである。第一次世界大戦では敵対したが、1955年の衛星中立宣言に対しては日本が最初の承認を行った。2011年に、 隣国のリヒテンシュタインが宣言協定に加盟したことにより、周囲の国家が全て同協定の加盟国となり、国境管理を行っていない。国軍として陸軍及び空軍が編成されている。徴兵制を有し、18歳に達した男子は6ヶ月の兵役に服する。名目上の最高指揮官は連邦大統領であるが、実質上は国防大臣が指揮を取る。 北、大西洋条約機構には加盟していないが、欧州連合に加盟しており、それを通じた安全保障政策が行われている。オーストリアの地図ザルツブルク級市街9つの州が存在する。このように8つの州とウィーンからなるために、九角形の効果が発行されたことがある。なお、九角形とは言っても、辺は直線ではなく曲線、すなわち、 曲線多角形の効果である。国内最大の都市であるウィーンは、国際機関も集積する、欧州有数の世界都市であるオーストリアの、地形最高峰グロースブロックナー3。オーストリアは1999年より、ユーロを導入している、国土面積は、日本の北海道とほぼ同じ大きさである。オーストリアの地形は大きく、アルプス山脈、役、銅六、カルパチア盆地、ウィーン盆地。 北部山地に分けられる。アルプスが国土の62%を占め、海抜500メートル以下は全土の32%に過ぎない。最高地点はグロースブロックナー山である。アルプスの水を集め、ドイツから首都ウィーンを通過して、最終的に国海に達する国際河川がドナウ川である。1992年にライン川やマイン川を結ぶ。 運河が完成し北海との交通が可能となった。気候は大きく3つに大別される。東部は大陸的なパンノニア定地気候。アルプス地方は降水量が多く、夏が短く、冬が長いアルプス型気候。その他の地域は中部ヨーロッパの過渡的な気候である。日本貿易振興気候の推計値では2019年の一人、 あたりの名目 GDP は5万23ドルである。これは、同年の EU 平均値である3万5774ドルの1.4倍に迫る。また、1990年以降の統計で、一人あたりの名目 GDP は、世界で、おおむね10から15位で推移しているが、20位以下に、脱落したことはなく、経済的に豊かで安定した国である。主要産業としては、 下やルク州の自動車産業、オーバーエスターライヒ州の鉄工業などがある。大企業はないものの、ドイツ企業の下請け的な役割の中小企業が、オーストリア経済の中心を担っている。ウィーンやザルツブルク、チロルを中心に観光産業も盛んである。失業率は他の欧州諸国と比較して低い。欧州の地理的中心にあることから、 近年日本企業の欧州拠点、工場なども増加しつつある。オーストリアにとって日本はアジア有数の貿易相手国である。ヨーロッパを代表する音響機器メーカーとして歴史を持つ AKG はクラシック愛好者を中心に日本でも有名である。金融ではオーストリア銀行、エルステー銀行、ライフアイゼンバンク、ボバク、フォルクスバンクが主要銀行である。 その他の企業については、オーストリアの企業一覧も参照のこと。BB が主要幹線を網羅しており、山岳部では登山列車なども運行している。ウィーンでは地下鉄や S バーン、路面電車なども運行され、インスブルックやリンツなどの主要都市にも路面電車がある。ウィーン、インスブルック、ザルツブルク、クラーツ、クラーゲンフルトの各都市に国際空港がある。 ウィーン国際空港では、ドイツ語の案内放送の後、英語で案内放送がある。帝国時代の民族分布、領地はたくさんある。人口もたくさんある。しかし、オーストリア民族はいない。国家はないとは、オーストリアのジャーナリスト、ヘルムート・アンディクスが、オーストリア帝国を表したものであるが、実際に、今のオーストリアの領土は、かつての、 ドイツ人の神聖ローマ帝国を構成する。上、オーストリア、ゲオーストリア、ケルンテン、ザルツブルク市教領、チロルなどから構成されており、その統治者であったハプスブルク家は、ドイツ人の神聖ローマ皇帝を世襲してきた。そのため、オーストリア民族という概念はなく、オーストリア人という概念は、極めて新しい。ドイツ語を母語とする。 オーストリア人は全人口の91.1%を占める。この割合はドイツ、リヒテンシュタインとほぼ同じである。決闘的にはゲルマン系にスラブ系、ラテン系、ハンガリー系、トルコ系などが入り混じっているものの、ゲルマン系言語であるドイツ語を母語とするため、オーストリア人は通常ゲルマン民族とみなされる。オーストリア人はドイツ人に含まれるのか という問題は戦後意識的に避けられてきたが、近年急速にクローズアップされている。もともとオーストリアは、プロイセン、バイエルンなどと同じく、ドイツを構成する文国の一つであり、しかも12から19世紀の間、オーストリア大公家であるハプスブルク家が、ドイツ帝国の定位やドイツ連邦議長国の座を独占していた。境外化していたとはいえ、新生ローマ帝国が、 長年ドイツ諸方の名手だった歴史は無視できない。オーストリア・ハンガリー二重帝国の崩壊によって、オーストリアの国土が民族ドイツ人居住地域に限定されると、左右を問わずにドイツへの合併を求める声が高まり、第一次大戦敗戦直後はドイツ・オーストリア共和国という国名を名乗っており、国家の歌詞には、 ドイツ人の国という言葉が1930年代まで残っていた。1945年のブリタニカ百科事典には、オーストリアをドイツから除外した小ドイツ主義のビスマルク体制の方が歴史的例外であり、ヒトラーの独王合併は元の自然な形に戻したに過ぎないという記述があり、連合国側にすら戦後の統一ドイツ維持を支持する見方があったことを伺わせる。 しかし、この民族自決論を逆手に取ったオーストリア人、ヒトラーの行為に対する反省から、戦後はドイツ人と異なるオーストリア人という国民意識が誕生し、浸透した。ドイツ側はさらにソビエト占領地区の分離が余儀なくされていた。こうして三つの国家、二つの国民、一つの民族と呼ばれる時代が始まる。オーストリア側では、 ドイツ人と別個の国民であるという意識が育ち、さらにはエスニシティにおいてもドイツ民族とは異なるオーストリア民族であると自己規定する人も現れた。しかしながら、ドイツ統一、欧州連合加盟以降、ドイツ民族主義が再び急進した。2000年から2007年にかけて、ドイツ民族主義者系の極右政党が連立与党に加わり、 国際的に波紋を呼んだのもそうした風潮と関連している。ドイツ人という言葉には国家、国民以前にドイツ語を話す人というニュアンスが強い。ゲルマン民族が精神し、フランク王国を建てた後、西部や南部でラテン語との同化を選択した勢力には加わらず、元々のゲルマン語を守り続けてきた東、フランク人が ドイッチの名でドイツ人の先祖となったためである。その後、ドイツ語は英語やフランス語と違い、ほとんど他民族では母語化しなかったため、言語と民族概念とが不可分となっている。オーストリアではドイッチで始まる市町村名が東南部をはじめ数多く見られるが、これらの名称無教となっては、ドイツ人の街と解釈するのかドイツ語の街と解釈するのかは微妙である。 いずれにせよ、ドイツ連邦共和国よりも、オーストリアの方にこの地名が多く見られるのは、ドイツ圏全体からは東南に変して、多民族地域との境界に接し、ドイツを強調する必要があった地域特性を示している。また、オーストリアを多民族国家として論じる場合、現在の半島では9割を占める、最多数派の民族を、ドイツ人と呼ばざるを得ないという事情もある。 1970年代における、ブルゲンラント州、ケルンテン州でのハンガリー系、スラブ系住民の比率調査では、もう一方の選択肢は、ドイツ人だった。近年の民族主義的傾向には、こうした、言語民族文化の再確認という側面が見られる、反面、拡大 EU における一等市民にイコール、ドイツ人として、差別主義的に結束しようとする傾向も否めない。 教員市内では、ドイツ国家を交渉する右派の学生集会なども見られる。ただし、元を正せば、現在のドイツ国家は、ハイドンが神聖ローマ帝国最後の皇帝フランツ2世を称えるために作曲した、神よ皇帝フランツを守りたまえの歌詞を変えたものであり、19世紀後半にはオーストリア帝国の国家となっていた。 ナポレオン戦争における神聖ローマ帝国の勝利と帝国の権威維持を祈願して当局が作られた当時はオーストリア国家は存在せずアウステルリッツの戦いに敗戦してローマ帝位を辞するまでフランツ2世は形式的には直轄地オーストリア地域を含める全ドイツ人の皇帝だったため両国共通のルーツを持つ歌とも言えるしかし外国人観光客が 右翼学生たちをキーの目で見るのは国家のメロディではなく政治的には外国であるドイツを我が祖国と連呼する歌詞をそのまま歌っている点である。ブルゲンラント州は1921年まではハンガリー王国側だったため今日でもハンガリー系、クロアチア系が多い。ケルンテン州にはスロベニア系も居住している。 領州の少数民族は1970年代の調査によれば1から2%であるが自己申告制であるため実際にはドイツ人と申告した中にもかなりの外国系住民が含まれると思われる。そのため標識や学校授業に第二言語を取り入れている地域もある。外国人や移民は人口の9.8%を占めヨーロッパ有数の移民需入国である。 その多くがトルコ人と旧ユーゴスラビア諸国出身者である。オーストリアを含むドイツ語の方言区分ドイツ語が公用語であり、ほとんどの住民が日常を使っている言語でもある。ただし、日常の口語で使われているのは、標準ドイツ語ではなく、ドイツ南部などと同じ上部ドイツ語系の方言である。この方言は、フォアールベルク州で話されているものを除き、 バイエルンと同じ区画に属するバイエルンオーストリア語である。オーストリアでは、テレビ、ラジオの放送などでは、標準ドイツ語が使われているが、独特の発音や言い回しが残っているため、ドイツで使われている、標準ドイツ語とは異なる。標準ドイツ語では、優勢で発音される S の音はオーストリアにおいては、無勢で発音されることが多い。また、オーストリア内でも多くの違いがあり、 ウィーンやグラーツなどで話されている東オーストリアの方言と西オーストリアのチロル州の方言は随分異なる。東オーストリアの方言ではとなる。南部のケルンテン州にはスロベニア人も居住し、ウィンリッシュと呼ばれる方言も話されている。首都ウィーンの方言はビーナリッシュとして知られ、かつてのオーストリアハンガリー帝国の領土だった。 ハンガリー、チェコ、イタリアなどの諸国の言語の影響が残っていると言われている。また、単語レベルで見た場合、ドイツと異なる語彙も数多く存在するほか、ドイツとオーストリアで意味が異なる単語もあるため注意が必要である。宗教は553万人がローマカトリックに属している。プロテスタントのうち約31万人がルター派の オーストリア福音主義教会やウックスブルク信仰、告白派に1万4000人が改革派のオーストリア福音主義教会スイス信仰告白派に属している。51万5914人がイスラム教に属している。さらにユダヤ教もいる。婚姻の際、2013年までは原則として夫、または妻の死を称する。 事故の死を放置することもできるとされていた。しかし2013年4月以降、婚前に特に手続きしない限り、原則として婚前の死を保持すると変更された。これまで通りの選択も可能であるが、その場合婚前に手続きが必要となる。また、別姓での結婚において夫婦がこの姓について合意できない場合は、母の姓となる規定がある。これには、 母子家庭以外でも子が母の性を名乗るケースを認めることで親子関係と性で婚外子だとわからないようにするという婚外子差別をなくす意味合いがある。2019年1月1日より同性結婚が可能になった。クラシック音楽ウィーン国立歌劇場モーツァルトはザルツブルクに生まれ25歳からウィーンに定住したフランツ・ヨーゼフ・ハイドン18世紀後半に ウィーン古典派が起こって以降、ウィーンはクラシック音楽における重要な都市となり、やがて音楽の都と呼ばれるようになった。オーストリア出身の重要な作曲家には、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナー、ヨハン・シュトラウス二世、マーラー、ベルクなどがいるが、いずれもウィーンを活動の拠点とした。このほか、ドイツ出身のベートーベン、ブラームスもウィーンで活動した。 音楽家については、オーストリアの作曲家を参照。これらの伝統を引き継ぎ、演奏活動の面では、現在もウィーンはクラシック音楽の重要な拠点となっている。ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件存在する。さらに、ハンガリーにまたがって1件の文化遺産が登録されている。詳細は、オーストリアの世界遺産を参照。冬季オリンピックで、 数多くのメダルを獲得することからわかるように、オーストリアでもその寒冷な気候と山がちな地形を利用したウィンタースポーツが盛んに行われている。中でもアルペンスキーは絶大な人気を誇り、東急リンピックで計4個のメダルを獲得している。ヘルマン・マイヤーは国民的スターでもある。2006から2007年シーズンでは男女計12種目のうち実に7種目を、 オーストリア人選手が制覇している。ライフル射撃競技とクロスカントリースキーを組み合わせたバイアスロンの競合国でもあり、国際スキー連盟とは独立している国際バイアスロン連合は、その本部をオーストリアのザルツブルクに置いている。またノルディックスキーも人気が高く、ノルウェー、フィンランド、ドイツなどとともに競合国として名高い。アンドレアス・ゴルトベルガー。 フェリックス・ゴットバルト、トーマス・モルゲン・シテルンといった有名選手を輩出している。近年では2006年トリノオリンピックのジャンプ競技で金メダルを獲得している。モータースポーツはオーストリアで3番目に人気のあるスポーツである。数人のオーストリアのドライバーが F1 で成功を収めている。3度の F1 世界チャンピオンであるニキラウダはウィーン出身であり、 ニュルブルクリンクの大事故で瀕死の重傷を負いながらも3度の世界チャンピオンを終え、25歳で、第一世界チャンピオンシップをダッシュした7番目のドライバーである。また、ヨッヘンリンとは、モンツァサーキットのレースで、事故死後、個人として1970年の世界チャンピオンになった。彼はまた、1965年のルマン24時間レースでも優勝した。 ゲルハルトベルガーは1988年と1994年にチャンピオンシップ3位にランクされ10回の勝利と48回の表彰台を獲得した。オーストリアグランプリは1963年、1964年、1970年から1987年、1997年から2003年、 そして2014年から開催されており、近年は2010年から2013年にかけて、会一の製造者部門で4連覇を果たした、レッドブルレーシングのホームグランプリとして、盛況を博している。モータースポーツの上位2つの会場は、エステルライヒリンクとザルツブルクリンクである。前者は、オーストリアグランプリ、オーストリアモーターサイクルグランプリ、 そして 1000km のセルトベック耐久スポーツカーレースを主催した。後者はまた、オーストリアのオートバイグランプリ、スーパーバイク世界選手権、ヨーロッパのフォーミュラ2選手権、そしてドイツツーリングカー選手権やスーパーツーリングカー選手権などのドイツのトップシリーズを開催した。伝統的にサッカーの人気が高く、イギリスを除くヨーロッパ大陸では最も古い歴史を、 誇るプロリーグであるオーストリアブンデスリーガを筆頭にサッカーリーグは9部まである。一部のレッドブルザルツブルクには日本の奥川雅也が在籍している。オーストリアの最高峰リーグであるオーストリアブンデスリーガをステップアップとしてサッカーのブランドネーションに移籍する選手が多く、毎年のようにドイツブンデスリーガやイタリアセリエ A に移籍する選手が数多く排出されている。 2008年には UEFA 欧州選手権2008をスイスと共同で開催した。オーストリア代表チームはドイツやクロアチアを相手に前戦したもののグループリーグで敗退を喫した。自転車ロードレースではゲオルク当時に日がツールドフランスやジロでイタリアといった世界最高峰のレースで活躍した。現在はベルンハルト・アイゼルなどが知られている。 オーストリア最大のステージレース、エースターライヒルントファールとは、UCI プロシリーズという上から2番目のカテゴリーに分類されており、ツールドフランスと同時期の7月に開催されるが、その年のツールドフランスに出場しない大物選手が数多く出場している。積雪の多い気候ゆえ、卓球やハンドボール、アイスホッケー、柔道などの室内スポーツの競技人口も多い。 アーノルド・シュワルツェネッカーは、現在のオーストリア共和国成立後、最も世界的に有名になったオーストリア出身者の一人で、アルウィーンでは、オーストリア・ハンガリー各地の出身者が活躍した。スロベニア、クロアチア、ルーマニア、ブコビナ、イタリア、ありがとうございます。